皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。それでは今回はファイナルファンタジーのですね、限定ボックスを買ったので、そちらを開封してみたいと思います。シール貼ってあります。手持ちの時計だとですね、はい、6時半です。夕方なんですけれども、佐川急便の方本当にありがとうございます。こんな大変の中ですね、なので早速ですね、こちら開けてみましょう。はい、では箱の中はまた箱がありました。フライドファンタジー7のリメイクですね、クラウドストライフ&ハーディの、デイトナって書いてあります。まあ、プレイアーツ会員なので、これフィギュアですね、結構大きなフィギュアかもしれない。こちらが、e ストア限定のですね、特典です。はい、オリジナルスチールブックケースですね。で、まあ、こちらもまた後で開封この後します。で、もう一つが、こちらがソフトです。はい、そしてもう一つがこちらですね。はい、購入特典のプロダクトコード e ストア限定なんですけど、これがですね、はい、見えますか、サボテンダー、マテリアサボテンダーが入手できるコードがついてきました。ではそれぞれですね、開封していきます。ではまた箱を開けてみたら、今度はフィギュアの入っている箱と、また先ほど紹介しましたスチールブックと、あとはソフトの方、一つ一つ見ていきたいと思います。ではまずはソフトの方から見ていきましょう。では早速ソフトから開封していきたいと思います。はい、今回はですね、2枚ですね、プレイディスクとデータディスク2つあります。当時もですね、結構3枚組とかで多かった気がしたんですけども、ブルーレイディスクで2枚組ってすごい珍しいですよね。初めてかもしれない。で、これをですね、開けてみるとですね、はい、こちらがカバーになります。裏側のカバーですね。はい、クラウドですね、マコーロとクラウドで、こちらは何があるかというと、セフィロスが映ってます。こういう感じの絵柄ですね。ちょっと僕が反射しちゃってるんですけど、でその中に入っていたポップが、まずプレゼントキャンペーンですね。はい、ファイナルファンタジー7リメイクのプレゼントキャンペーン、こちらは Amazon ギフト券などサイン入りグッズなど豪華商品が当たると、はい、そちらが入っています。はい、そして、もう一つは、はい、あ、懐かしいですね、アルティマニア。当時もよく買って見ながらも完全攻略したことがあります。これも今回は新しく発売するそうです。はい、続いてスチールブックケースになります。はい、こちらはセフィロスが映ってます。裏側はこのような感じですね。で、開いてみると、はい、このような感じ。まあ、先ほどのパッケージと層は変わらない、中も変わらない絵ですね。はい、では今度はお楽しみの、はい、では今度はこちらのフィギュア開封していきましょう。では開封してみました。はい、どうでしょうか。こちら、プレイアーツって結構手の形も変えられるのでね、これはクラウドの全部手になります。手首から先のもの、そしてこれがクラウドですね。はい、そしてこれがハーディデイトナ、これバイクですね。いや、これを早速組み立てていきたいと思います。組み立ててみました。ではまずバイクの方からですね、やっていきましょう。バイクはですね、下にこうやってストッパーがついてるので、今こうやって立ってる状態なんですけども、後ろの後輪のタイヤ、前輪もそうなんですが、回ります、前輪も回ります。はい、で、なんかこのタイヤ、ほら、こうやって曲がるんですね。すごいな、精巧な作り。それなので、まあ、このストッパーを外せば、ゴロ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 っとこうね、遊ぶこともできると思います。ちょっとやってみましょう。はい、ではストッパーを外してみました。はい、このような感じで、はい、コーナリングも、はい、することができます。ぐーっとね、はい、こうやってね、倒すことができるんです。なんで、まあ、クラウドをこう乗せることもできそうですね。足場もあるので、クラウドの方を見てみましょう。クラウドのフィギュアですね、紹介していきたいと思います。まあ、プレイアーツっていうと、やはりこういったプラスチックのですね、後ろにこう支えていくものがあるんですけれども、はい、じゃあまずは一つ目ですね、顔の方からですね、見てみましょうか。はい、はい、もうクラウドはイケメンですよね。いい感じです。で、服から足元まで。では、後ろを向かせてみたいと思います。後ろはですね、こういった
刀、大きな刀が刺さってるんですけども、ここはですね、背中のアタッチメントを外すことによってこう刺すことができます。ちょっと分かりやすいようにですね、根元まで刺してはいないんですけれども、まあ本来だったらもっとグッと押し込んで刺すことができます。いろいろなこういった手のパーツ、先ほども紹介しましたが、変えることができるので、刀を掴ませることもできるんですね。でこちらに転がってるのが先ほどのクラウドの背中のパーツです。なので刀を刺さないときはこれを刺して、背中に刺していくというものです。それではクラウドと今度はハーディデイトナーをセットにしてですね、見てみましょう。さあいかがでしょうか。ちょっと組み立ててみました。まあすごい絵になりますね。こんな感じです。また手のパーツを変えていろいろなですね、加工させることができるので、もしよろしかったら皆さん購入してみてください。以上が e ストア限定ファイナルファンタジー7リメイク、またプレイアーツのフィギュア付きの限定ボックスの紹介をしました。面白かったら高評価、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこちらもですね、また実況の方するので、ぜひよかったら見てみてください。ギャリバンでした。また会おう。